はい、どうもしゆうです。今回新しく実況を始めます。とこちら魔女の家、ついに俺もホラゲを実況することになりました。以前ある実況者様のを見てイブをプレイしたことはあるんですが、その時でも結構びっくりした時はびっくりしましたし、ガチで怖いシーンもありましたね。というわけで、なんかね、どっかでたまたま見たこの魔女の家を実況しようじゃないかというのに思い切ったわけですが、バラが道を塞いでいる。うん。いつもの手紙読む。遊びに行くのは構わないが、あまり森の国は近づかないように、早く帰ってくるように。ダッシュ。なんちゃらの家、森の出口。よし帰ろう。よし帰ろう。帰らせて。帰らせて。ここで帰れればみんなハッピーエンドでしょこれ。これ実はこれ決定ボタンでもダッシュができるんですねこれ。さっきの猫い。さっきなんかいたのにいなくなってるよ。トゲトゲしい草が生えている。いや、まあここら辺はあんまし調べなくてもいいんじゃねえかなとか思うんだけど、それよりも気になるのはここ、あのなんか光ってるのがどっかからいけねえかなと。バラがたくさん、あ、なんかなんだろう、よいしょ、錆びついた刃物が落ちている。マチェットを手に入れた。まだ光ってる。アイテムは自動で使用されません。対象物にしてメニュー画面からアイテムを使用してください。アイテム持ってるだけで効果のあるアイテムもあるので、説明文を参考にしてください。あ、操作方法はいいや。じゃあ、バラが道塞いでるから、持ち物から、マチェット。バラを切る。通れるようになった。マチェットは壊れてしまった。あー、マジか。マジか。そのマチェットでこっち切れんかったかな。まあいいや。まあそんなことしたら話が進まないので。切り株がある。青々と茂った木がある。よいしょ。黒猫？あれ？どうしたの？入ってみたら？どうせこっから出られないのやし。噛んだ。おお、セーブ。よし。じゃあ、普通にファイル1にセーブしようか。いざ。中へ。どうせ言うて出られたし。出られたし。うん、こっちとかは、違う、間違えた。こっちは行けたりしないのか。うん、こっち行くしかないのか。武器に。うえぇ！ちょっとそれは理不尽すぎやしませんか、それは。ちょっと理不尽だろ、それは。あー、びっくりした。何や、あの。なんか両方から壁が迫ってきて押しつぶされたんだけど。この部屋までおいで。え？どうやって？どうやって？どうやって？どこに？うわ、雰囲気変わってる。で、こっち入れなくなっちゃってる。ただの真っ白な壁である。あ、間違えた。あ、じゃあとりあえず左から見に行こうか。いろいろ、うん、ハサミ持ち出せない。影がかかってる。
だら時計。魔女の日記。私は病気だから誰も私と遊んでくれなかった。お父さんもお母さんも愛してくれなかった。ん、それだけ？何？家が元の姿に戻るとき開くと書かれている。鍵は？鍵は？開かない？マジか。あ、こっち行けるか。クマをカゴに。はあ。手足が突っかかってカゴの中に入らない。はい。どうしろってんですか。うん、じゃあ一回戻るか。なんで無視するのさ、当たれないな。笑った。どうせ出られないんやろ。つうか出ることできちゃったらどうしようもないよね。ファイヤーやっぱ鍵かかってるよね。ん？もう早速わかんないんだけど。読まへんよ。あれ、今何持ってたっけ？もう手紙とかもう使わないでしょ。何事ですの？どうやって箱に入れるんこれ。どうやってカゴに入れる？もう何回でも押し込んでやるよ。うん、しないけどさ。え？まさか。うーわー！切り落としちゃうのか。テレビアの具どうだよ。手に入れたってもうその時点で、あ、もうあれでしょうよ。血出てるじゃん、しかも。にゃん。え、明かり消えちゃったよ。あ、こっちこっち。で、これで入るようになったと。もう動いてるよ。位置が変わっている気がする。やんもう、もう、 うわあ！怖っ、怖っ。なぜか笑えてくるんだけど。なぜか笑えてくるんだけど、もうどうしようもねえよ、もう。え、あれどうやって避けるん、あれ。相場の波に理不尽だろ、これ。あれどうやって避けるん。あ、なるほど。出る瞬間にね。フィント！怖え、怖え。
あのでっかいでっかいのどこ行くん、あれ。あ、間違えた。何事ですの。ドアが開いた。はい。特に何もなさそうですね。赤い椅子が置かれている。暖炉がある。覗いてみる。中はすすだらけで何もない。ダッシュすると画面がちらつきますね。コックは忙しい。手を貸してやれ。ちょっとこっち行ってみましょうか。え？びっくりしたな。もう変なとこから出てこないでよ。これさっきのとこだよね、これ。あばら踏んじゃった。はあ。でやっぱ出られないよね。だってこっちだもんね、これ。ねえ、それ毎回それ仕掛けてくんのやめてくんない？それ。ってことはこっちに行くしかないから、よし、あのネズミを、ネズミっぽいのを捕まえて。調べられないから。ああ、調べられないわ。包丁だけ勝手に動いてる。貴族の食卓。昔の話になるが、支配階級はや富裕層の人々は、を慕ったボタン。手入れの大変な銀製の食器を使うことで使用人を雇える経済力を世間に示したものである。また銀食器は毒に反応して色が変わるため、毒殺の防止にも役に立った、見えない何者かがいる。話しかける。忙しい忙しい。手を貸す。ありがとう。見えないものに腕をつかまれた。まな板の上に手首を押さえつけられた。ちょうど手が足りなかったんだ。はい、ゲームオーバー。ちきしょうちきしょう手を貸すって文字通りかよ。もう最初のパートでこんなにゲームオーバーしまくってんだけど大丈夫かというわけで、手を貸さないで次にちょっと断ると。何もしない、何もしないじゃダメだ。何もしない。はい、以上です。鍵がかかっている。あん？踏む。また鍵がかかっている？どうしろと。ちなみにあれ踏んで何があるの？なんか今一瞬おかしくなかった、今これ。あ、急ごいって。え？これは椅子をどっかに運んだところでどうしようもないよな。椅子をどっかに運んでいくの、これ。よいしょ。違った。え、どこに運べばいいんだ。多分これ椅子の配置はリセットされてるだろうから、どうすればいいんだこれ。他に動く椅子は。ちょっと一回セーブしましょうか。どうすればいいんだ。
これをどこに運べばいいんだろう。動かせるってことは運べってことなんだろうけど、ちょっと暖炉に押し込んでみるのか。押し込めないか。押し込もうとするとすっげーボタン連打してるみたいな感じがするんだけど、まあそれはどうでもいいとして、動かせるのはこの2つの椅子だけ。ちょっと1回リセットして、ネズミ復活しとるし、椅子の位置をこっちに持ってくるとどうなるか。特にどうにもならない。と思ったらこっちなんかあるわ。毒味をしろ。マジかー。椅子置いちゃったよ。椅子置いちゃったよ。毒味をしろってことは、これを食えってことか。本当に飲む。はい。無理ゲーだろ。無理ゲーだろ、それは。どうしろ言うねん。はい。なんで俺さ、これ関西弁出るんだろう。謎すぎる。じゃあどうすんのこれ。ということは他の誰かが毒を飲まさなきゃいけないんでしょ。手を貸すとゲームオーバーだからちょっと貸さないでおいて、ちょっと他に飲めそうな要因をちょっとどっかから連れてこないといけないってことか。やん！なんでそこで無意味につくんだよ。これ進んでもしないでしょ。てかなんで無駄に体力10とかあの年13とかレベルじゃないんだから。持ってったりもできないのか。どうするんだ。時間ばかりが過ぎてくぞ。ちょっと待って、最初のパートが終えられないんだけどさ。飲まないでどうこうすることはできないの？飲んでどうこうするしかないか。じゃあ一歩進んで HP がね2減ってるんだな。これが暖炉じゃないのか。暖炉じゃないのか。はい、ゲームオーバー。わからない。わからない。どうすんだこれ。毒味してどうすんの。だってこれ5歩動けるところって相当限られてるよ。だってここでゲームオーバーだもん。どうすんのこれ。うん、ちょっと待って、1,2,3,4 か。ちょっとそれでやってみようか。1,2,3,4。外れ。ちくしょう、わからない。わからないよ。ちょっと待ってな。もうダメだ。あかん。20分になってもうだ。あかん。20分だよ、もう。これ読まないとフラグにならないのかな。
あかん、もう20分なので、ちょっと一回これパート1終了にします。パート1終了です。ご視聴ありがとうございます。